久々に個人戦に出てまいりました元の日本チャンピオンジャンボカオル。そして青コーナーからはあの五木雅子を2度ダウンさせてそして破ったというブレッド・バスカークが登場します。ブレッド・バスカークは170センチ68キロ、本当にこう女性なんですけれども小さい声で言いますけれども高顔の美青年というね感じですけれどもね、この前五木を破っているバスカーク、その五木の後を打ちたいというジャンボ薫、久々の個人戦。さあジャンボの馬力が通用するかどうか。中根さん、この両選手面白そうですね。これは、面白いです。ブレッドのパンチとね、はい、ジャンボのミドルキック、ブレッドはあのアメリカでね男子選手とスパーリングやって鍛えてきましたからね、並々ならぬ熱意入れてますよ、はい。この前の試合が終わった後ね、お客様からセックスチェックはやってたかというようなねクレームがついたんですがね、確かにそんな感じに見えますかね、ご本人には申し訳ないんですが、本当にこう男のようなブレッド・バスカークですが、18歳、170センチ68キロ、ジャブからの右クロスが武器です。ジャンボカールは163センチ63キロ。猪狩さん、この試合はどんな風に予想しますか。そうですね、やはりジャンボ選手のパワーと、ブレッド選手 の、 あのスピードですね、はい、これはどっちが勝るかですね、リーチと足の長さはブレッド・バスカークが上回っていますが、しかしジャンボには蹴りがあります。キック対ボクシングの試合です。1ラウンド2分、そして4ラウンド制で行われます。もうジャンボとしては徹底的に接近戦を挑みたいですね、スタミナをなくさせて膝蹴りを使いましたね、はい。まあ、後輩の五木が負けたんだから絶対敵を取るとねジャンボ今日言ってましたね、3ラウンド警報したいというふうに言ってましたが、中根さん、そう簡単にはいかない相手でしょう。いかないですね、足を使ってうまく逃げますからね、はい、足が相手に届かない感じがしますね。そうですね、かつて敗れました五木もちょっと心配そうな顔を見ています。ジャンボの前蹴り、まあ、ブレッドは意外とね腹から下が弱いと思うんですよね、はい、この辺攻めたいですね。さて1ラウンド終わりました。中根さんの採点いかがですか、ね、このラウンドは両者決定ではなく5対5 の、 あの分けですね、はい。アキさん、どうですかこのブレッド・バスカークという選手。かっこいいですね、すごく、この人男性ならばね、ファンレターだったりですねよっ。さてジャブやれ、ジャブジャブ、中根さん、このバスカークは打たれてどうなんでしょうね。あの自分ではね、あのアメリカでメキシコ人がね、はい、それからあの、まあ、黒人の選手とスパーリングやってるから打たれ強いんだとは言ってましたがね、脆さがあるんじゃないかと思うんですがね。接近してボディ攻撃、左の脇腹あたりを攻めていますブレッド・バスカーク。今のところジャンボの作戦はいいですよね。そうですね、猪狩さん、キックもあと一歩踏み込みたいですね。そうですね、ブレッド選手が背が高いですからね、はい、前が長いんですよね、ですからもう少し踏み込まないと入りませんね、はい。ジャンボの右のローキック、これは当たりました、相手の太もも。中根さん、これバスカーク足が弱そうなんですよね、見た感じね。今のところジャンボは離れるときは徹底的に離れ、入っちゃえばくっついちゃいますから、ね、これはいい戦法ですね、あのブレッドがむしろ持て余してる感じですから、どうしたどうした、ほらファイト、まあキックのチャンピオンの五木を破ったということでバスカークも気を良くしているはずです。お、頭いいですね、返ってきた、おーっと、左右のボディ攻撃、いや見事ですね、今のいや、ブレッド頭いいですよ、顔面はパンチ効かないと見てね、今度は腹にね、返ってきたんです、先方ね、マウスピースを吐き出しました、ジャンボ、おーっと、またダウン、2度目のダウン、ジャンボ危ない、頑張れ、ジャンボ、どうか。ジャンボが立ち上がりました。ここでゴング、ジャンボはゴングに救われました。
いやブレッド見事でしたね、あのボディへのキックは、うん、5対3とパワーもちょっとタジタジといった感じです。さてこれから第3ラウンドに入ります。4ラウンド制で行われます。さてジャンボは第2ラウンドで大きくポイントに差をつけられました。さてジャンボの復活を望みたいところ、待ちたいところ。右のローキックジャンボ、この足への攻撃がいいはずです、効果があるはずです。しかしちょっと猪狩さん逃げ腰のキックですね。そうですね、あのフェイントからローキックじゃないと届きますんで。そうですね。さあバスカークの左右の連打よく見ています。バスカーク右のストレートを出ました。もうさすがのジャンボがもう日頃見せない顔つきして ね、必死の形相ですからね。あのジャンボ選手はあの距離が分からないみたいですね。そうですね。やはりこれだけ大きな相手とやったことがないでしょうから ね距離感もつかめないのかも分かりませんが、もう一歩踏み込んでほしいところです。ジャンボ、ジャンボに足があるんですから、このローキックが生きるはずです。おっと右ストレート打ち下ろすような感じです。足を上げると蹴った後っていうのはその虚なんですよね、相手の弱点なんです。脇腹から潜り込むようにして打ったジャンボ、倒れました。ボディーブローでしょうか。さあ8カウント、ジャンボが立ち上がりまして、またマウスピースを吐き出しました。さて第3ラウンド残り時間は20秒、残り時間は20秒。おっとボディーに右のアッパーグループスが入りました。さあジャンボ立ち上がることができるかどうか。入る。おっとジャンボは立てません。ブレッド・バスカーク KO 勝ち。ジャンボカオルは3ラウンドでマットに沈められました。ブレッド・バスカークフィニッシュは中根さん右のボディーブローでしょうかね。はい、猪狩さん、しかしこの人は強いですね。強いですね、勝ってね、初めてこう女性らしい笑みがね戻るブレッド・バスカークなんですが、ジャンボはボディを相当打たれまして3ラウンド以降